では次のね、はい、紹介します、はい、紹介をお願いいたします。はい、ひじりさん、京都生まれ京都育ち、呼ばれれば全国どこでも駆けつける、はい、フットワークの軽いシンガーソングライターひじりのす人とのご縁を大切に、地域の人の優しさに触れながら日々成長通の末、今日は壬生町、京都の壬生に生まれた自分としては壬生という地名にご縁を感じて出演させていただくことになりました。音楽を通じて知り合った仲間やいつも応援してくれる皆様のためにも、今日一日が最高の一日になるよう一生懸命歌わせていただきます。それでは拍手でお出迎えください。ひじりさんです、どうぞ。ただいま紹介に預かりましたひじりです。なんか関西弁聞くとすごく落ち着きますね。本当に今日こんな、まだね一曲も歌ってへんくせに喋ってますけど、本当にね今日こんな素敵なイベントに呼んでもらってありがとうございますね。暑い中大丈夫ですか？お水ゆっくり飲んで体力ね取ってください。で今日ね献血と被災地のね募金やってるんでね、ぜひぜひ頑張って声出してはるんで募金してあげてくださいね。反応ないけど大丈夫？大丈夫ですか？大丈夫？はいはい。じゃあ1曲歌いたいと思います。聴いてください。ファイブ。緊張してるんですよ。じゃあね、今日一生懸命歌わせてもらいます。今日は東京から来ましたひじりです、よろしくお願いします。明日は生き夢、嘘とエゴが交差する、やりきれない想い胸に抱きしめて、ため息重ねる焦る気持ちを抑えて、作り笑顔でつなぐ眠らない
暑いね。いや本当暑いけど、本当にね、すいません、こんにちは。あれ、地震がね、地震、僕京都なんやけど、京都なんですけれども、なんだろう、地震があって洪水があったりしてね、うちの身内もちょっと避難したりして、結構大変なんです。暑い中、こういう復旧作業をね、みんなしてやる中でね、僕もちょっと、まあそうなんやろ、クーラー涼んね、クーラー効いた涼んだ部屋でね、じっとしてられへんということで、今日は頑張って炎天下の中で暑さに負けず頑張りたいと思ってます。はい、ええこと言ってます。拍手お願いします。ありがとうありがとうございます。僕はつても歌ってるときは水は飲みません。はい、そのぐらいの気持ちで、倒れたら救急車呼んでください。はい、ね、すいませんね、ほんと。はい、カレーできたよ。はい、ね、じゃあ次の曲、歌ってみたいと思います。聴いてください。ありがとうございます。
いやほんま暑いね、水分しっかりとってね。今こうやってた人みんなここ体脂肪ちょっと減ったからよかったね。はいね、こんな感じでいつもやってますね。でも今日はちょっといつもと意味合いが違って、本当に困っている人がいるということで、本当に自分できることっていうのは小さいですけど、まあこうやって僕が冗談言うことで、あちょっと血でも抜いていったのかなみたいな感じになってくればいいかなと思ってます。でやっぱり被災している人たちもね、やっぱりこうちょっとなんかお金っていう形もやらしいかもしれんけど、一番それが明確で一番助けになるのかなと正直思ってますね。だからちょっとでもいいです、自分のできること少しだけやってあげてください。自分もやってます。はい、えほんまじゃあ自分もやってるよ疑いの目やけどね、本当にやってますね。はい、よろしくお願いします。じゃあ歌う。はい、いつもね喋りすぎてて歌ほとんど歌うとライブ終わっちゃうんで、今日はちょっと真面目に歌いますね。はい、今日歌います。はい、すいません。いつもね PA さんからはお疲れありがとう、今日は楽だったよなんて言われるんですけどね、今日はすいません歌います。はい、嬉しい限りでございます。普段ね僕はいろんなとこでライブやらさせてもらってますね。今日もね同時に
いつもあの町おこしのねイベントで、あの長野県の千曲市の八代町っていうところあるんですけど、そこであの今日僕の仲間も、頑張ってはくれてます。この暑い中ね、みんな音楽を通じて、こう一つになろうじゃないかというね、各地ねどこの人たちもみんな頑張ってますね。だから、僕もまあその場所にとらわれてはないですけれど、あの行った先行った先では、全力で一生懸命やろうと思ってます。はい、ええこと言うてるでしょ。涙拭いていいですよ。 ありがとうございますね。本当にあの本当あの一生懸命やんないんですけど、本当に水分だけ取ってね、あの男の人はまず別に全裸になっても大丈夫やけど、女の人は限界があるんでね。はい、ありがとうございます。あのこの心遣い、優しい男でなんです僕。はい、あ目そらさないで。はい、ありがとうございますね。はい、じゃあガンガン歌っていきます。じゃあ聴いてください。慣れたら靴で輪をくぐり抜けたら、ありふれたは時の渦にため息一つ、始まりを告げる街のたわめきの中、異常に長い現実にため息一つ、寂しげな空でも手拍子とかね、ワーキャーワーキャー言うたって、空気読んだってな、あの一人でやってますね。あのバンドのメンバーもいましたけどね、やっぱ一人抜け二人抜け、やっぱりバンドっていうのはね、やっぱ大体お金の子とか女関係で抜けるんですよね。はい、でもね、あの決して僕はそのメンバーを恨んではいないです。はい、もしね仮に僕のこの足元にデスノートがあったら一番名前書きますけどね。はい、もうあれあんま受けへん、あれ関西とバカウケやのにな。そんな感じやってます。あと2曲やった。皆さんに
残念なお知らせあります。ごめんね、せっかく来て高速来て早々残念な話で、時間というのは酷なもんでラスト2曲になっちゃいました。やん、それそれそれ、もうちょっと声出そうか。じゃあ俺今100曲ぐらい歌ったテイストでやるから、もうめっちゃ歌いすぎてもう疲れてる感じ、疲れてる感じで、あの肘に頑張れ的な感じで言ってくれたらええから。時間というのは酷なもんでラスト2曲になっちゃいました。ええやんか、また来るでミブ、もうずっとミブで済むで俺そこで、ねえ、ほんまにねえ、あのそんな感じで、まだね僕じゃなくても僕の後にやっぱやらはる人はもうすごい人たちいっぱいいるから、その人たちと一緒にね、みんなあの一回一回あの募金してくれた、気入れてくれた言いますけど、みんなあの協力してあげてください。本当に困っている人たちいてますね。あのその現場にいる人たちはこうやって座って音楽も聴けないし音楽弾こうともできないんでね、ぜひぜひ助けてあげてくださいね。あの帰りのね、あのお菓子ちょっと我慢してだけの話やからね、いつもポテトチップスとなんか買ってんのをポテトチップスだけにして、その一つのお金を募金すればいいだけですからね。朝から頑張ってあの頑張って声出してね、募金お願いします言うてあります。その横でカレーできました言うてありますけど、あのみんな頑張って声出してありますね。皆さんあの協力の方ねお願いしますね。反応薄いなそこは、あ嘘でもいいか手当だけ本当にもうな、あちゃちゃんこんにちは、あ虫かい、大丈夫だよ食べへんね、うん大丈夫、いやいいね、ありがとうございます。あとこう集まって、もうこっち来てもええよおじいさん、こっち来ていいよおじいさんって失礼だな、お父さん、はい、すいません、はい、じゃあガンガン、次の曲いきたいと思います。聴いてください、デアですと。
ますよ。ありがとうございます。ね、次がこの僕の生まれた壬生とゆかりのある壬生、ゆかりなのかどうかわからへんけど、壬生ね、すごい好きになりましたね。多分壬生の人ほとんどいいのかもしれへんけど、みんなどっかから来てあるんやろうけど、でもね、こう音楽を通じてこうやって知り合えたことすごく感謝してますし、すごく嬉しく思います。ありがとうございます。ひじりと言います。顔と名前だけ覚えてあってくださいね。ツイッター、フェイスブック、 LINE、スノボ、スキー、いろいろやっておりますね。ぜひぜひひじりチェックしてくださいね。ひじりですね。今日はライブ告知一切しません。なぜなら今日は献血と募金のイベントだから。偉いでしょ。はい、フェイスブックとツイッター見てくださいね。今日それで来ました。その気持ち一つですね。バテてる。大丈夫大丈夫。じゃあね、ラスト、ラストいく。もう今日は真面目に歌いました。汗かいてます、珍しく。今日歌う時は水飲みませんって言いました。もう終わったら隠れてもう浴びるの飲みますよ。ありがとうございます、本当にね。ラスト一緒に盛り上がっていこうぜ。いいかい、もういいかい、もういいかい。We'll be right back.